らか早い初夏が日本列島に訪れた5月、小泉人気を決定づけるとある事態が発生する。その日、国に捨て置かれた人々が官邸に押し寄せた。簡潔な言葉ではとても言い尽くせぬ事柄に、小泉も青白きピノキオとなって悩んでいた。ここは行政の利用も政治の情だ。極めて異例な判断ですが、政府声明を出して控訴を行わないことに決定いたしました。感動の淡い波紋が広がって野党をも飲み込んでいく。なんか本当にホッとしてます。本当のところ涙が出るぐらいホッとしてます。歴史的評価はともかく、この一件が小泉純一郎の人気を究極にまで盛り上げていったのである。あとは簡単だった。触れるもの全てを黄金に変えたと言われるギリシャのミダスをよろしく。自分のポスターも、選曲したプレスリーの CD も、写真集も、ラルフローレンの青シャツも、黄金に変えてしまう。ジャケット非常にいいでしょう。僕はね、寒がりだからね。 It is my honor to この時、日米はまだバラバラだった。最後は自分の息子さんを黄金に変えてしまったのである。それは政治的突風と呼ばれた。警察官のこの言葉が人気の全てを語っていた。気持ちが整うのはよくわかりますが、怪我をされますと、せっかく静岡に来られた小泉総理大臣も涙を流すと思います。その突風は迷いの中にあった票を小泉に吹き寄せ、自民党を圧勝させてしまう。明らかに小泉は自信を持ち始めていた。民主党には勘違いさせておこう。ジェノバサミットは案外新人に温かかった。イチローの盗塁から学んだのか、靖国参拝を2日前倒して批判を交わし、同時多発テロでは幾分ドラ縄的ではあったが、テロ対策特別措置法をどさくさに紛れ通してしまう。テロ直後、株価は1万円を割り込んだが、誰一人総理の責任を問う者はいなかった。それが小泉について回る運だったのかもしれない。しかし、やがて本物の敵が姿を現す。勢いだけでは乗り切れぬ特殊法人改革がその舞台である。道路公団の民営化なんかできっこないところ、できっこないところを最初にやるんですよ。道路を一丁目一番地とする特殊法人改革、抵抗勢力がついにはっきり声を上げ始めた。全然説明もないけど、バカげた話はないでしょ。とんでもない、どこの国もありますよ。ありえない、そんなことできないと思いますよ。そして自民党道路調査会長小川誠、凍結なんてありえません。小泉総理はそういう方針を、凍結とおっしゃってます。よくお調べなさい。対峙してみると自らの誤算にもすぐ気づかされる。誤算の主は行革担当前線基地司令官だった。今日説明いたしました72パターン、まあ、72パターンありますよね。金利が 5%、3.5%、 72パターン持ってこられても困るのである。何でも私の指示を仰ぐんじゃなくて、少し練ってね。ところがこの男、ますます拡散していくのである。まあ、いろんなところでいろんな方がいろんな風にされるんだと思いますし、私どももいろんな方法でいろんな方々と相談させていただいて、いろんなことを考えさせていただきたいと思っております。いかにも若い。小泉の見切りは早かった。もう自分でやるしかない。そのことはしかし、自ら泥をかぶることを意味していた。やがて妥協という国民の望まぬ暗闇が小泉の前に現れる。
道先案内を強く買って出たのは死んだはずの人物だった。そして森の選んだステージはやっぱり密室。ホテル15階に前総理森喜朗、旧竹下派の重鎮青木幹雄、そして小泉。別の階には自民党道路調査会長古賀誠。古賀と会ったらどうか。談合という毒の杯が小泉の前に供される。果たしてどちらが勝ったのか。その夜合意が成立した。何も知らぬまま翌日を迎え、哀れを誘ったのはうぶな党首の姿だった。私たち民主党は野党です。ただ野党ですが、皆さんの、いや小泉総理の改革の姿勢、私たち与野党を超えて支持するのやむさかじゃありません。皇太子妃殿下には本日宮内庁病院においてご出産。愛嬌のある敬愛されるお子様として健やかに。12月に入り支持率が再び 80% を超えた。国民はまだこの男を好きになったままである。